戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日の試合振り返っていかがですか？開幕戦ということで絶対に勝ち星が欲しかったので、まあ、大量得点で勝てたっていうところは良かったです。ただちょっとしたミスが多かったりしたのは、まあ、良くなかったかなっていうところが目立ったので、そこだけ直ればいいかなと思います。普段のチームの雰囲気はどうですか？普段の練習自体は少ない人数ながら各々が個性出しながらやってますが、まだ仕事と両立して自分たちがやっているので、そこでの甘さが出たりとか疲れたっていう部分が出ているので、そこをもっと詰めないと次のステージではやれないと思っているので、そこをどんどん直していきたいと思います。では次節に向けて意気込みをお願いします。残り10試合あるので全部勝って終わりたいので、次節も大量得点であって頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございました。開幕戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日の試合振り返っていかがですか？今日は多くみんなで取れた点数を取れたので、まあ、よかったかなと思います。今日の試合4ゴール決めましたが、得点シーン振り返っていかがですか？まず1点目は個人的なプレーで取れて、まあ、それ以外はチームのおかげで点数を取れたと思うので、みんなに感謝したいです。次節に向けて意気込みをお願いします。次の試合も、3点以上取るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。開幕戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日の試合振り返っていかがですか？12点取れたというのはすごく評価しています。もっともっと取れたとは思うんですけども、選手が諦めずに最後の1分まで走り切って、ゴールを目指してたっていうのはすごく評価します。それと、相手を上回ろうという気持ち、仲間でやろうという気持ちっていうのは出たので、戦ってる気持ちっていうのはすごく出たので、そこはすごく評価できるところだと思います。本日の開幕に向けて、チーム活動は結構長かったと思うんですけども、チームにはどのような指導をしてきましたか？いろんなものがありますけども、まずこのチームは個人が決めないといけないと思います。でそのためにいろんな、ことを言ってきました。まあ、たまたま2回ほどトップとやる機会があったので、その差っていうところを埋めようということでいろんな課題を持ってやりました。一番の課題はやっぱり止めて蹴るというのは本当にトップと差があるという部分で、それとやっぱり走り抜かなきゃという部分で、どんどん普通に素走りで走るんじゃなくて、ボール使ってボールを向かいながら切り替えを早くしたりとか、そういう走りをもっともっと意識してやろうというやってきて、まあ、それも今日のゲームではたくさん出た。まだまだ質っていう部分ではやっていかないといけない。これはもうサッカー選手である人、走る、蹴る、止めて蹴るっていうずっとどのレベルに行ってもレベルバーが上がるほどその課題となるので、それを追求していきたいなと思います。では最後に次節に向けて意気込みをお願いします。今日より走れて、今日よりミスを少なくして、今日よりたくさん点取れて、上手でいけるように、まあ、お互いのコンビネーションがもう一つ上がってくるっていうところと、ヒットした点を取りたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。